では続いて、ビジネスさんマインド系の本を読む場合どの方法が最適でしょうか。紙の本バス電子書籍という動画を見ましたが、最近だとオーディオブックや YouTube で本の予約動画も結構出てると思います。通勤中自宅にいる時に分けた方がいいですかというところなんですが、結論から言って紙の本が最強です。やっぱりぶっちぎり最強は紙の本で、オーディオブックと、あとは電子書籍っていうのは大体同じぐらい記憶に残るという研究が出てるので、できるだけ紙の本読んだ方がいいです。だから僕も Kindle とかも持ってるけども、こうやって散々紙の本がいっぱいあるのは紙の本の方が頭に入るから、同じ時間かけるんだったら紙の本が絶対頭に残ります。で、YouTube の本の要約動画なんですが、すみません、読書をしてる人間からすると要約動画は正直見るに値しないです。要約というか、例えばじゃあこのなんかこう研究とかこの本をベースにしてこういう考え方ができますよねみたいな、こういう風にできますよねっていう考察動画とかだったらまだいいんだけど、本の要約ってね、その要約の正しさを証明できないんですよ。だからその読んでる本もものにもよりますけど、例えばもう本当ここら辺にあるようなそんなに難しくないような本だったりだとか、ごめんねとか、マインドフルネスうんぬんかんぬんとか、まあいろいろありますけれども、こういう本って当たり前なんだけど、そうね、動画に要約するのほぼ不可能なんですよ。だから例えば中田さんの動画でも何でもそうだけど、本の要約動画って元の本を読んだら恐ろしいほどバッサリカットしてることがわかるんですよ。それぐらいな感じなんで、本から得られる情報と要約動画から得られる情報は全然違くて、正直要約動画は長い本を読むときにすごい難しい専門書みたいなのがあって、例えばアドラー全集を読もうとかと思ったらなかなか読めないじゃないですか。そのモチベーションを作るために読むとかっていうのはありかもしれませんが、情報のソースとして要約動画は見るに値しないと思います、要約っていうか、そのどこがカットされてるかわからないから。だから僕は全部読む方が好きなんで、要約動画僕見ませんね、そういう意味で言うと。はい、概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。